こんにちは、ケンズクリスタルです。今回はこちらの浅草橋のミネラルマルシェで手に入れた翡翠を紹介したいと思います。こちらは金山谷、金山谷の翡翠と聞いております。ちょっとはですね、原石ではなくて、割った後に少し磨いたような感じの石になっております。海で採れたとか川で採れたという翡翠ではないと思います。まあこんな感じで、下が黒くて真ん中が薄い緑 でこの頭のところが緑色、濃い色が入っているという感じですね。光が通ります。ちょっと待って、こちらの翡翠の等高性を確認したいと思います。まずですね、この真ん中のあたりですね、この真ん中のあたりですね、この辺がすごく光が通ります。それでこのトップのところがこれですね、ここも光がものすごく通りますね。で結晶がこの黒いところなんか特によく見えます。この辺もですね、ここに黄色い石目が入ってますね。ここにも石目が入ってます。でこの緑の濃いところも少しここに石目があるんで、小さいルースとかができるかなと思ってますね。はい、こちらの糸魚川の翡翠を仕入れしました。でこちらの方は、加工していきたいと思っております。どういう風になるでしょうか、ご期待ください。はい、こちら翡翠の丸玉が完成しました。石をカットしまして、石目とかを避けていって丸玉を作成した感じです。まずこっちですね、この部分は裏側には緑が入ってなかったんで、この部分だけだなと思って、でこの部分は光が通りますんで、ここを加工していきたいなと。こっち側は1枚ちょっとこう光が通らない層があったんで、この緑のところは単独で使いたいと思います。でこちらですね、はい、いかがでしょうか。この石目が、そうですね、結構色が残りましたね。この石目は消せない位置にありました。でこの辺りが一番木ですかね。で光を通してみますと、こんな感じに弱い光で光が飛びます。この辺が、この辺が一番透明ですかね。この辺か。で強くやるとこういう風になります。めちゃくちゃ光が通ってしまいます。はい、こんな感じで光もしっかり通ります。金山谷らしい少し黒が入った
でも透明感はものすごくあります。今20ミリ玉で穴が開いておりません。はい、以上となります。丸玉20ミリ完成しました。この角度が一番綺麗ですかね。こっち側が少し透けない層があるみたいです。この道は続いてゆく。Happy birthday to you. Happy birthday to you. ここが切れたんですけども、この石目がありますね。この石目がどこにつながってるんでしょうね。うん、難しいですね。まあここでこの部分で丸玉を作りたいと思っているので、ちょっとこの下の黒いところを取っちゃいましょうか。この石目はこうでしたね。この石目はこうなので、ここも切っちゃいましょうか。よし、じゃあこの石目切っちゃいましょう。はい、これで一応綺麗なところは取りましたね。これやっぱ丸玉にしようと思ってるんですけども、そうですね、なかなか難しいですね。まあやっぱ緑のところをまず取っちゃいましょうか。どのぐらいこの緑が入ってるかですね。まあこれがあんまり中の方には入ってないと思うんで、でもここが緑になるんですよね。もしかしたらこの緑、まあでもこれがあんまり奥まで入ってないと思うので、やっぱり丸玉をするんであれば上を切っちゃった方がいいですね。どこまで切るか、難しい。これノギスですね。ノギスでどこまで取るか。もうなんかちょっとよくわかんないんで、バッサリいっちゃいましょう。この緑のキワキワですね。
このラインのところまでをバッサリいっちゃいましょうか。はい、これはなかなかドキドキします。はい、ここですね。この部分を切りました。まあ、この緑のところはやっぱここで終わってましたね。下には潜ってないですね。端っこはちょっと割れました。これ自体がちょっと緑っぽいですね。 OK です。じゃあここの部分を丸玉にしちゃいましょう。はい、こんな感じでだいぶ小さくなりましたね。あんまりちょっと斜めに行くと怪我しそうなんで、まあ最大で20ミリ玉がギリギリ、このあれですね、石目を取んなきゃいけないんで、これはまあ取るとして、はい、じゃあここから丸くしましょう。いやー、なかなか硬いですね。ちょっとこの石目がなかなか消えないので、はいはい、途中ですね、少し丸くなってきました。ここの石目がちょっと取れちゃいそうで、これ取れるとまたちっちゃくなるので、分かりません。まあ、ここは大丈夫ですね。これも取っちゃいましょうか。はい、また削ります。丸くなりました。この石目は残りましたね。で、結晶が見えたりとか、こんな感じになってます。光が結構取れます。あとはこれを艶を出すだけです。きっちり艶が出るでしょうか。艶が出るとこの石目は目立たなくなるでしょうか。やってみます。ここまで済んでます。まだ400番で成形中なので、艶ごくまさんが水で濡らして撮影しています。
この辺が、まあ、スケールが入ってます。はい、シンプルな風水にしたいと思います。裏はこんな感じですね。はい、骨董石よく知る仲間たち、一人で生まれて一人歩いてゆく、それでいいんだ。みんなありがとう。ダンケシュドイツランド。